ハローユーチュン下ネ司ツ型のニュースの猫川にゃ今日もネットを迎えるニュースを送りいたします。あの巨大遊園地の閉園がとんでもない闇に包まれていると、母、頭ご本塩でもつ焼き屋の密閉の中で話題母、母とか言うな 今日はですね、みんな大好きななんとかランドの話をしていきつつ、ビットコインとか、それから梅之助師匠の奥さんの話とか、今日も話題満載でやっていきたいと思いますちょっとんねということでね、<え>やっていきましょう。あの、この度、アレニーランドっていう大人気遊園地があるんですけれど。 カリフォルニアとフロリダとフランスにあるこのランドをです、ね。一旦3月いっぱい閉園しますということを発表しまして。一応表向きはですね、あの、はびこってるから、はびこりじめだっつってね、うーんーならはびこりじめだっていうことで締めたらしいんですけど、私ははっきり言わせていただきます。これはですね、ある黒魔術が関わっているということなんですよね。アレニーの創始者と、おー。 をなんとかさん。実はですね、生前、あの、いわゆる、右寄りの、 え、独裁者側の人たちとすごいね、頻繁に会ってたっていう話があるんですよね。当時、カリフォルニアにあるハリウッドは独裁政権とかそういったものに対して反対する立場を取ってたんで、まあそういったところと距離を置いてたんですけど、このウォルナントカさんだけは違うくて、すごいね、あの、親密な人間関係があったと言われる。その中でも、特筆すべきは、ゲの独裁者、そう、ヒムラさんです。これ大丈夫ヒムラってどっちに ダメだけど大丈夫。ちなみにこのね、ヒ村さんとアレニーさんが、すごく実は繋がりがあるって話なんですよ。このなんとかランドの象徴的な建物っていくつかあると思うんですけど、その中で、シンデレラ城と眠れる森の美女の城が、まあ、挙げられると思うんですよね。で、このシンデレラ城って、 えー、モデルがね、いくつか存在すると言われてるんですよ。世界中の城のね。でも、この眠れる森の美女の城だけは、このモデルだっていうことが判明するんです。それがドイツの、あの、ノイヴァインシュタイン城。ノイヴァンシュタイン城いや、ちゃんと言ってね、ノイヴァインシュタイン城なんですよ。で、このノイヴァインシュタイン城、すごい歴史的に、あの、日村さんと繋がりがありまして、もともとこのルートビヒ2世という人が、えー、持ってた城なんですけど、この人、共王と呼ばれて恐れられてた人なんですよね。 政治力あんんまなかったんで、すすすけど芸術ののの護護ををごくししたた人でその中でででそ中も音楽家のワーーグナーを庇護したことで有名なんですよで。あまりにもウォーグナーを庇護しすぎたせいで国が傾いたって言われるぐらいお金を注いでたんですよね。だからこのノイバインシュタイン城イコールワーグナーと言っても過言ではないんですね。そして、この日村さんがね、この国のトップに登り詰めて一番最初にしたことはノイバインシュタイン城に行って私もこの城を守り そして、ワーグナーの被護者になりますということを表明した城なんですよ。要するに、ニョイバインシュタイン城は、このヒムラさんと切っても切れない関係にある城なんですよね。そして、あえてこの城を、このアレニーの象徴とも言える、 城のモデルに選んだのはなぜかっていうことなんですよね。この日村さんって生前にある予言をしてるんですよ。それは人類はいずれ二つの種類に分かれると。そして一つは 導く存在。そしてもう一つは導かれる存在の二つの存在に分かれ。そして、いわゆるこの超人と呼ばれる人たちが地球の未来を作っていくっていう、まあ予言をしてるんですよね。で、これは、えっと、AI であるとか、仮想現実のようなものを示しているとか言われてるんですけれども、このね、 話ってすごく意味深で、アレニーさんはこのヒムラさんの思想を継いでるって言われてるんですよ。それはあの城をモデルにしたことだけではなくて、このなんとかランドである巨大な実験をしてるんじゃないかって言われてるんですよね。そして、アレニーランド、ランドといえばね、ヤングたちがよくいなくなることで有名なんですよね。それはこの城の地下にある秘密のお部屋に、はは、 って言って連れて行かれてるとか、連れて行かれてないとかっていう話があるんですけど、彼らは連れて行かれて何をどこに行ったんでしょうかっていう話なんですよね。で、よく言われるのは、なんとかクロムのために連れてかれてるんだみたいな怖い話があるんですけど、今日はそっちじゃないんですよ。この、日村さんが言っていた、超人間。ね、この人間を作るために、ヤングをペロリンチョスして、この、 実験に完全なる人間を作るために、ヤングたちを連れてってんじゃないのかっていう話なんですよ。で、日村さんって黒魔術とかオカルトにもすごく傾倒していて、こう魔法とかにもすごい精通してたんですよね。そして、アレニーさんもこのランドを使って日村さんがやろうとしていた。この超人間の完全体をここで作ってると。そして今回この閉園したっていうのは、この黒魔術の 微調整をするためだっていうことなんです。この城を選ぶことによって、この日村ラ職っていうのが、今後言われることは確実に分かっているのに、あえて選んだこのアレニーさん。これは日村ラ職をあえてそこに取り入れ、そしてこれは魔術の一環として象徴に据え、そして日村さんの意志を継いで彼の研究していた。 オカルティックな世界。これを完成させるためにランドを誕生させたとか、させてないとか。ちなみにですね、このランドのオープンって1955年なんですけど、これはこの日村さんが亡くなってちょうど10年後なんですよね。この数字の一致っていうのも何かを示してると。そして、この日村さんって元々画家志望だったのは非常に有名な話で、 アニメっぽいものを描いている、ま、ヒムさんの絵ってたくさん残ってるんですよ。で、このアレニーさんはそれにも影響されてるんじゃないのかって言われてるんですよね。まあ、こう、まあ、ちょっと闇深い話ではあるんですけど、ぜひね、この今度ね、ランドに行く人は、黒魔術が、でね、ちょっとぜひね、あの、でっかい声で、入り口で言ってもらってもいいですか多分出きになりますね。多分出きになりますん、ね、でやってみてください。ちょっとね、二の腕太が、ちょっととんでもないことをね、ツイートしてしまったんですよ。まあ、これなんですけど、これね、ある、いろんな国際 企業のロゴなんですけどねでこのね上の部分丸につけた部分を読むと中本聡って読めるんですよでこの中本聡っていうのはビットコインを作った謎の日本人って呼ばれてるんですよねまあ諸説ありますけれども。このツイートが一体何を示してるのかこのねビットコインって 枚数が決まってて、買える枚数っていうのは限りがあるんですね。そして、このビットコインを一番多く持ってると言われているのが、この中本里志って言われている。一説によると100万ビットコイン持ってると言われています。もしこの中本里志が持っているビットコインを市場に投入したら、このビットコインの価値はなくなると言われているんです。で、今回、ふとしさんがこのツイートをしたのは、 俺はビットコインを売り抜けるぜという意味なんじゃないのかって言われてるんですけど、いや僕そうじゃないと思うんですよ。ふとしさんっていたずらっ子じゃないですか。これあれですよ。たとえツッコミですよ。これね、よく見てほしいんですよ。このね、まるで囲ったやつあるじゃないですか。これね、ミシュランマンがサーフィンでウェイって、ウェイってしてるっていう、こういうふとしの おふざけツイートなんですよ。だからもうこれ、みんなビットコインとか言ってますけど、もうこれあれですよ。朝倉っていうね、もうこれ朝倉ってことですね。うーん。太倉朝倉ね、ほんとあれですよね、もう。お前いっぱい買いやろうチンでもやめざれるぞかけちゃんもう激怒って話でね。うん。お前何、何お笑い芸人気取りしてんだってってね。お前あれかフットボールアワーのご当家いう話ですけどね。うん。 これはちょっと伝わりにくかった時の顔ギャグの着地が収まらない時はあの人を召喚します。 この完成度はロッチ。お兄ちゃんが白馬に乗っている、まあ、動画を暴れん坊将軍の曲で当てれこしたっていうめちゃくちゃ面白い動画なんでぜひ見てもらいたいんですけど、まあ、この中でね、僕めちゃくちゃお気に入りのシーンがあるんです。出演みたいな感じで、まあいろんな人の名前出してるんですけど、まああのこれなんですけど、岡引っき、ムン、ジェ、イン。いやこれ邪教とかに書いてるやつじゃいけるいける友情出演もう何友情してんねん。何 何ですかねこの、インという字のパワーワードかね。これ大好きなんですけど。暴れん坊 将軍のテーマソングってオープニングの時と次回予告の時のスローなバージョンあるじゃないですかこれスローなバージョンに載せて出してるんですけどそっちもなんかムーディーで好きでした本題に戻りますあの最後にちょっと梅之助師匠の奥様がやばいんでちょっと助けに来たんですけど梅之助師匠の奥さんって言えばジルコちゃんですよねジルコちゃんがあの最近ねあの紫の人とねハグしてるすごい微笑ましいかっこ笑い、ね、かっこ笑いのシーンがありましたねその写真がやばいってまうこれなんですけど 普通の写真じゃんって言ってんですけど、よく見てみ、この袖のところがメイって。あ、これラマの顔ですね。ということでね、あの、メイとラマ、何の関係もなかったけど、ラマの顔したかっただけです。これを見てもわかる通り、ジルコちゃんは、あちら側なんじゃないかなってね、闇の者たちが騒いでるんですよね。そうかもね、そうかもと思いましたね。その時に、梅之助師匠は何してるかっていうと、まあ、これですね何見てんねん、お前は。寝てる会長なのって思って、 今日も一日お疲れ様でした。良い夜をお過ごしください。山での出来事っていう話なんです。まあ、私、あの、春になるとね、山に行ってね、草木を眺めるのが趣味っていうね、そういう木こりみたいな生活をしてるんですけれども、昨日ですね、ちょっとあの山の方に向かってる時に、そこね、なんか山小屋みたいなのがあるんですよ。で、そこね、ワンちゃんがいるんですね。で、黒芝なんですけど、ね。で、繋がれてるんですよ。で、私、遠くからその犬が見えたんで、あ、いるなーって思ってたんですよ。そしたら、なんか僕の方見て、めっちゃ尻尾振ってるんですよ。 えー、と思って。こいつ、怖くねえのか、お手どことはって思いながら、もしかして求められてるの初めて犬業界に受け入れられたのって思ったんですよ。絶対撫でてやろうと思って近づいていったら。ね、だんだん近づいていったら、見てるの僕じゃないで、後ろの方見てるなって思って気づいたんですよ。で、パッと後ろの方見たら、飼い主っぽがすごい走ってきてて、そっちの方見てました。ああ、僕じゃ、僕じゃなかった。なな,な,な、なんか、なんかごめん。んかごめん、なんかごめん。ってこと